皆さんこんばんは、JRP テレビジョンよりお送りいたします、国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は、今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交とあらゆる問題を通して日頃我々が知りがたいまたは知り得ない情報をお届けし、そしてそのことを皆様と共有しながらこの世の中を一歩二歩と前進、いい方に前進させていければという思いで放送いたしております。さあ、来年の1月にはトランプ大統領というのが誕生いたしますが、そのトランプ大統領になったその後のアメリカの動向について、まあ、どういういろんな動きになるだろうかということについて、総裁、そして和田先生、このお二人からいろいろとお話をお伺いしたいと思います。ちょっと飛ばしましたけど、入高等の研究家和田先生、そして空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大学、このお二人とともに始めさせていただきます。それでは総裁の方からお聞きしてよろしいですか。この後アメリカの、私は今のトランプ大統領がですね、まずまあ共和党とどこまで一体感が取れるかという、まあ、かなり選挙前とは状況が大きく変わって、選挙の後からは共和党がかなりトランプに対して、好意的である。で、人事の面でも共和党のメンバーが重要ポストに入るということが決まってきておる。場合によっては国務長官がロムニーになる場合もあるという、ロムニーがニューヨーク市長のモディリアーニか、まあ、そういうその選択まで絞られてきていることはですね、共和党をやはり一つの溝を作ったまま大統領、ホワイトハウスは成り立たないと。また一方では反ユダヤ主義者的なまた過激な発言をするバノンが特別補佐官ホワイトハウスでアドバイザーとして決まっておるとか、また娘婿のクシュナーがこれまた重要ポストで補佐官役をやるとかです。やはりまあ全方位外交的な方向へこうトランプは転じてきてる。だから選挙期間中に言ったことと実際ホワイトハウスへ入ってやる段階においてはですね、やはり、かなりノーマルになってきたんですよね。ノーマルに。となれば、私が言ったロシア、アメリカ、中国のこの三国同盟というのは非常に可能性が薄くなってくると。ね、従来のやはり外交路線、従来の軍産複合体、これによる政治というものがやはり主流になりかねないという私は考え方を今持ち出した。だからもちろんプーチンに対してはお互いに理解しちゃうという、クレムリンとホワイトハウスは以前のような対立というものはなくなる。だからウクライナにおける対立とかシリアにおける対立とか、またイラン問題の調整とか、まあ、選挙期間中はイランとの核問題の合意は即元へ戻しちゃうぞと言ってたけども、それもロシア、プーチンとトランプの間では従来通りのいわゆるイラン、アメリカの和解はそのまま継続するだろうという見方の方が可能性としては高いと、まあ、いうことでね、プーチンとトランプが一体になれば私は軍縮ができると期待したんだけど、軍縮によって軍事予算が余った分をいわゆるその奴隷労働者の給料に充てる、また農業食料開発に充てる、いろんなまあそのまあインフラ
インフラ、平和的インフラに充てる、こういうものがバーッと世界的に広がっていくんじゃないかと思ったけども、やはり軍産複合体 にはやっぱりそれだけの予算を与えて名称を加していくだろうと、従来通りの戦争は作られるんじゃないかと、戦争のマッチメイクは今までと同じように、作られていくんじゃないかという感じがします。和田先生いかがでしょうか。まあ、もともと、あれですね、今日までの間にきっと総裁と意見が異なるんじゃないかなと思ったのがまさに今の点なんですけれど、私もその、まあ、だん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 オバマ政権の時と同じような方向に共和党が変わってきて、トランプがなったとしてもあまり変わらなくなってきて、もともとあれですね、小池都知事がその選挙の時に言ってた時とまた大きく様変わりしてたわけなんですけど、それと同じことがトランプが大統領になっても、まあ、そちらの方向になってくるんじゃないかなというように感じていましたので、もしかするとその点総裁と意見が異なるんじゃないかと思いましたけど、政裁も総裁もそのようにおっしゃってくださったので、まあ、だいぶそこの点での意見のその不一致がまたなくなってきつつあるのかなというようには思いますと。もともとなんでトランプが大統領になったのかというと、実は一番の重要なキーパーソンはキッシンジャーなわけですね。もともとなんでトランプが大統領になれたかは、選挙の前にトランプがそのキッシンジャーのところに訪問をして、そこでお墨付きをもらったということが重要じゃないかと、これは副島さんが本に書かれてるんですけれど、それはまあもちろんとても重要な点じゃないかなと。オバマの場合にはブレジンスキーという後ろにばっかりいたわけですし、トランプの場合にはキッシンジャーが重要ということで、それが一つがまああれれと思ったことが一つと、あともう一つ、その副島さんたちの本に書いてあったのが、そのカール・アイカーンというね、もとも投資銀行、ボウスキーとかそのミルケンとか、その日本のバブルが弾けた時にそのウォール街を割烹していた人たちの仲間がカール・アイカーンって言うんですけれど、まさにその人と、あともう一つはフェリックス・ロハティンっていう人がいるんですけど、これも投資銀行家なんですけれど、もともとカール・アイカーンはもうその投資銀行で、それはまあ言ってみればユダヤ系っていうふうに言えるのか分からないですけれど、そういうグループですし、あとこの、フェリックス・ロハティンってどういう人かっていうと、実は総裁とここでお話をさせていただいているラザール・フレールの人脈の全くそのど真ん中の人なんですね。もともとそのロハティンともう一人アンドレ・マイヤーっていう、ね、アンドレ・マイヤーとかロハティンがこのラザール人脈と言われてたわけですけれど、そこに昔からずっとトランプが関わってたということからすると、人脈的にもね、キッシンジャーはもともとロスチャイルド・ロックフェラーのそのグループの、まあ、言ってみれば番頭閣の人ですし、またその、このロハティンとかアイカーンとかそういう人たちからすると、やっぱりだん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 そちらの方に取り込まれていくんじゃないかなというように、この間ね、ずっと自分なりに勉強させていただいて感じたところですね。あと最後にね、アメリカの国際コンサルタントの人が今日送られてきた、昨日今日送られてきた情報が、実はヒラリーの逮捕はないんじゃないかと。もともとトランプにとってヒラリーはやはり重要な人物で、特に中国とかね、そういったところからのその交渉していく上ではとても重要なキーパーソンということで、ヒラリーの逮捕は結局ないんじゃないかというようなことをコメントと寄せられていて、その点ベンジャミンさんね、今日はベンジさんもいらっしゃらないですけれど、そのヒラリーの逮捕が重要だ、そのうち起きるんじゃないかと言われてますけれど、だん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 そこも現実的なところに収束されていくと、そういった面では、そのチェンジというふうに言われてましたけど、なかなかそのチェンジがならないかもしれない。オバマが大統領になった時と同じようなことが起きるかもしれないと、そんなふうに思ったことですね。で最後にね、それでもトランプは TPP をやめるというふうに言っていて、これは多分やめるんだと思うんですね。ただこの国際コンサルタントの人が言ってるのは、新しい TPP が始まるんじゃないかと、それが二国間のね、協議の中で進められていくんじゃないかという意味でも、またまたそのチェンジっていうところがね、だいぶ変わって、もともと残念ながら昔のところにこう染まっていくと。で一つだけその言いたいのは、共和党はもともと新自由主義で規制緩和の人たちなんですね。また法人税の減税もするというような人たちで、言ってみればその民主党よりももっともっとその割とこう規制緩和撤廃の考え方の人たちなので、それは今は雇用を守ると言ってますけれど、それがどうなるかわからないですけれど、またまた違った意味でオバマが目指そうとしていたものでさえも取り崩されるかもしれないと。そんなふうにここね、1、2週間ぐらいで、先週から今までの間にちょっと考えたところですね。
そうですか。私は前回も言ったかもしれませんけど、このちっちゃい味方なんですが、まあ、このようなことが多分起こるんじゃないかなって、それはもう多分分かってたかと思うんですが、というのは世界を動かしている人たち、そういう人たちってのは両方に昔から欠けると。ですからかなり選挙投票間近の時に CIA がクリントンのプライベートメールを暴露しましたよね。で、だからあの時多分トランプさんにもう間もなくこれを出しちゃうけど、あんたが受かるかもしれない、受かるように応援するから、そうするとちゃんと共和党のことをもう聞かなきゃいかんよとか、人事いろいろなこう人事する時もちゃんとそれは約束してくれるんだろうね、それじゃないとあんたは、というようなことのあったんじゃないかなって、私あの時 CIA のパンと出た時、あ、これ両方かける、あのパターンで来たな。でそれにやっぱりもうトランプさんはまあもうとにかくなれればいい、ならなきゃ何もできないからということで、多分裏取引をしたんじゃないかなと思ったから、今その通り出てるんじゃないかなと思ったんですけど、和田先生もよろしければ何かあれば。もともとロシア の, そのやり方は相当作戦で、もともとオバマがなった時に共和党から民主党にチェンジになったわけですし、今度はそのオバマからトランプに、それ民主党から共和党の方に転じになったわけですけれど、ただ全体的なそのアメリカの政策というのは残念ながらその軍産複合体ですね、あとメディアですね、あと金融も含めてボール側の人たちもみんなほとんどネットしては同梱だと思いますけれど、まあそういう人たちがそのまあ言ってみれば A チーム B チームとまさにチェンジに見せかけているというようなところももしかしてあるんじゃないかなというね。まあ、そういった意味では国際コンサルタントの人の意見では、チェンジが全くないかというと大きく変わってくると。ただどこが変わってくるかわからないので、まあ、それは変わる部分とそうじゃないところを見極めながらね、まあ、今後の動向をその注目していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。ですね。さあ最後に、総裁、なんかまたございますれば、そのトランプがイラン の, 核軍縮に対してこうロムニーさんとオバマさんがやりましたね。それをなんか破棄するとかって選挙前は言ってたみたいですし、いやそれはね、はい、継続するでしょう。まあ、おそらくイランとの関係は、まあ、ロシアおよび中国の絡んでくることだしね、今まで全世界 の, その勢力のバランスというのはやっぱりなんだかんだと言っても中国、ロシアの重みというのが年々と重くなっていってる。今やっぱりEU が分裂だね、もうほら。EU がかなり動き出してると。で、英国だけじゃない、フランスにおいても言えることだし。EU の国がやっぱり分裂気味である。EU が分裂するということは NATO 体制が変わると、まあ、それがまあトルコが引き金になってるわな、トルコが、うん、ところでまあギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、スキプロス、この辺の経済問題によってはですね、様変わりするかもわからない。またフランスの大統領選挙の中でマリン・ルペンがもしトップになった場合はまた勢力が変わってくるよ、フランスの勢力が。そうするとロシアに対する経済制裁が緩和されると。今ロシアに対する経済制裁に対する反対国は27カ国の中で、ね、15は反対してるわけですよ、ね、ロシアにこれ以上経済制裁を加えても意味がないぞと。まあそういう EU の変化、 NATO 体制の崩れだから、その分だけロシア、中国が重たくなっていくと。あとは経済の問題で、ロシアの経済と中国の経済に回復方向の見通しが出始めれば、かなり大きな国際情勢の変化中が出てくると思います。ね、それとやっぱり最終的には北極開発と南極開発だから、北極開発の利権はやっぱりなんだかんだと言ってもこれは中国です。いやいや中国じゃない、ロシアですね、ロシアとカナダですよ、はい、一番余計面積持ってるのは、うんうん、はい、だから
カナダは有望、ロシアも有望と。だから北極に面してないところはやっぱりね、資源的にはちょっとやっぱり後退していくだろうと。という意味では中国はロシアに頼らざるを得ないという見方ができる。今かなり私はね、あと50年100年でね、ロシア中国の勢力というのが今の NATO 以上のものになるだろう、まあ、早ければ50年でなるかもしれないという見方はしてます。なるほどですね、わかりました。イランの国内では非常に、国民の皆さん心配して、トランプが大統領になることによってあれ破棄されて、戦争が起こるんじゃないかってとても心配、ね、してるっていう情報が私に入ってきてるんですが、まあ、そのようなことはなんとか、トランプが大統領になって、プーチンさんと仲良く、より仲良くなって、そして圧力をかけてもらうと、アメリカにそういう戦争しないようにということですね。まあ、総裁の考えは大体そのような方向でいくんじゃないかとおっしゃってますし、大体いつも方向性当たってますので、そのように期待して本日は終わりたいと思います。それでは次回まで皆さんどうぞごきげんよう。いたします。スーパーニューサン CPL は東海大学医学部において、がんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため、腸管からの吸収が良く、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい、美容や健康が気になりだした、体力が落ちてきた、このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで、お待ちしております。日本はユーロシアの一員である。